原田です。今回はベンチプレスで手首を痛める原因というのを3つ紹介していきます。ベンチプレスの動作中に手首が痛む方やバーを乗せる位置がわからないという方はぜひ参考にしてみてください。それでは、ベンチプレスの手首を痛める原因3つを紹介していきます。 OK、 ではまずは1つ目、バーの乗せる位置から確認していきます。バーの乗せる位置というのはなるべく手のひらの一番広い面で乗せてあげることが大切です。で、一番広い面というのは基本的にはこのラインですね。このラインというのが一番手のひらの面に近くなるので、ここにバーしっかり乗せてあげるようなイメージです。で、方法としてはまっすぐ当ててあげると一番広い面には当たるんですけど、これでは親指がかからないサムレスグリップになってしまったりとかで、しっかり安定しにくい状態になります。なのでベンチプレスのグリップはハの字で握ってあげるようにして親指をかけて、一番広い面で当ててあげます。で、この時横から見ると、バーが乗ってる位置がこの前腕と垂直になるように、ここをしっかり意識しておいてください。手首が寝たら手首を痛めるとよく言われるんですが、その場合というのはこの前腕の延長線上ではなく指の根元に乗っかってしまって手首が痛くなっています。なのでしっかり前腕の延長線上に乗せることで骨で支えることができるので、寝かしても手首は痛めないです。で、寝かすことのメリットなんですけど、何か物を押すっていう時は必ず手首寝かして押した方が力発揮しやすくなります。まあ、イメージしてもらうと壁を押す時とかも手首立ててこう押し込むより手首寝かせながら押した方がやりやすいと思いますし、あとは相撲選手のこう張り手、鉄砲っていう技ですかね、こういう相撲選手の張り手なんかも手首って寝かしてると思うので、押す力を伝えるには手首寝かしてる方が効率よく伝えることができます。なのでベンチプレス、手首はまず背屈させる、寝かせるっていうことを覚えておいてください。そして手首を痛める原因としてもう一つあるのが、こうバーを強く握り込んでしまっている例です。このような形ですね。握り込むと手首っていうのは立ちやすくなったり、あとは手っていうのはこう握り込むと、さっき広い面で当てるといいよと言ったのですが、握り込むことによってこの母子球と小子球っていうのがちょっとポコって浮き出てきます。つまりここが浮いて真ん中に溝ができるようなイメージですね。で、この溝ができることによって面で支えるはずであったものが点と点で支えることになります。つまり面じゃなく点と点で支えることで不安定になるので、動作中のこの手首のブレにつながります。で、動作しながら手首がこうブレることによってバーが手の中で転がって、重さが先ほど言った通り前腕の延長線上ではなく指に近い方に転がったりすると手首痛める原因になります。なのでバーというのはしっかり握り込まずに、手の面で当ててあげて、その状態から指を蓋するようなイメージで握ります。決してこうグッと握り込まないようにしてください。指の面で蓋するようなグリップ、このグリップのことをブルドッググリップと言います。これは、手首痛い方はおすすめです。で、3つ目が実際のフォームの中で起こりやすい、こう下ろしていく動作、上げる動作で手首がくるくる返ってしまう例です。これが見られると横から見た時にプレートがくるくる回ってたり、止めてる体がくるくる回ってて結構分かりやすいので、ちょっと例見てもらいます。で、ラックアップして、ここから、下ろしていく時にそうですね、プレートがくるっと回ったり体の位置が変わったりしてるのが見られます。特に胸につくボトム付近になると結構見られやすい傾向があります。で、今の動作で多い例としては、作ってみて、まずは手首が立っている例です。手首が立っていて下ろしていくとスムーズに下ろせないので、ここでスムーズに下ろせないので寝かしてしまう。つまり下ろしていくときにバーがくるくる回る原因になります。こういう動きが入るので、で、ボトムポジションから押し返すときは手首が立ってくる、といったパターンをですね、立った状態からグッと下ろして
押し込むっていうのが多いので、これやってしまうと肩甲骨のこの、肩甲骨の外転といって肩が開いていく上がっていく運動になりやすいので、肩の怪我もしやすくなりますし、手首の怪我もしやすくなるので、これ非常に危険です。ただ原因としてはほぼほぼ手首が立っている、バーを強く握っている、これのどちらかになるので、これはしっかり注意してもらうことで、先ほど言った手の面にしっかりバーを乗せる、手首はしっかり寝かせる、前腕の延長線上にしっかりバーを乗せる、で握り込まない、指で蓋をするようなグリップをイメージする、これやってあげることでかなり解消するのではないかなと思います。あとは根本的にこの手首の動きが悪かったりとか、指の動きが悪かったりすると手首痛める可能性があるので、それのモビライゼーションの方法、動きをつける方法を紹介していきます。では手首のモビライゼーションを紹介していきます。まずは関節部分にしっかり動きをつけた後、その後、筋肉を少し刺激して関節の安定を高めてあげるといった方法をとります。で今回は手の関節でこの尺骨、ここのね、小指の下のラインのここボコって出てる骨と、この頭骨って呼ばれる部分ですね、腕の2本の骨に対してアプローチしていきます。ここは手首と密接な関係があるので、ここしっかり動きつけてあげることをお勧めします。で、方法としてはこの小指側の骨、親指側の骨をグッと圧迫します。中心方向に向かってグッと圧迫するような形ですね。こういう形で握ってもらって、結構力強く握って OK です。骨をこう中央に向かってしっかり圧迫していってあげてください。ではでこうグッと圧迫した状態で、まずはグーパー運動ですね。圧迫を緩めずにグーパー10回、6、7、8、9、10、10回終われば、次は手首上下上下で10回、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10で10回終われば手首をまずは時計回りに、で10回終われば手首を時計回し10回、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、じゃあ反対、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、 OK。 じゃあ、離してもらって手首ちょっと動き比べてみてください。やってる方やってない方、多分こやってる方ってかなり動かしやすくなります。まあ、ポイントとしてはこうしっかりこうずっと圧迫し続けておくことですね。でこれで、手の動きっていうのはある程度ついたので、次はちょっとね、前腕のストレッチですね。前腕のストレッチはもうシンプルでいいので、こういう形、指を掴んでもらって手首を、手の甲を自分の方に向けてあげて、ね、でちょっと手前に引っ張っていきながら肘伸ばしてあげると手のこっち側伸びると思うので、これを20秒。で反対もですね、手のひらを自分の方に向けて伸ばしてあげて20秒、前腕の筋肉にストレッチしてあげると手首の動きがつきやすかったり、肘の動きも良くなるので、これおすすめです。であとは指をしっかりこう上に引っ張ってちょっと軽くぐるぐる回してあげてください。伸ばした状態でぐるぐるで10周終われば、次中指伸ばした状態でぐるぐる回す、で薬指ぐるぐる回す、で10回回し終わったら小指って言ったような形ですね。でこの4本の指をやってあげると結構手軽くなると思うので、これを左も同じようにやっていきます。で次にこうしっかり関節動きつけた後、安定性増すための運動ですね。これね、アイソメトリック運動を使います。でアイソメトリックっていうと、こう筋肉をずっとこう持続的に収縮させる方法で、やり方としては上方向に持続収縮で、下方向に持続収縮といった形で、まあ、手でねこうやって押さえ合って、上と下で重ねてもらって、下の方にある手ですね、これは上に上げます。で上の方の手は下にグッと当ててあげて、お互いこう力が拮抗するようにですね、グッと力を入れた時に拮抗するように、でこの状態で6秒間いきます。1、2、3、4、5、6、 OK。 じゃあ手交代してもらって、下の方は上、上の方は下っていう形で、1、2、3、4、5、
6、OK。じゃあ両方ともこの上下の動きができたので、この次は小指側にこっちグッと持ってきてあげてください。で、もう一方の手で小指側を押さえてあげて、こっちに倒す。で、これ6秒間ですね。こっちに力入れるのと、こっちに力入れるの。いきます。1、2、3、4、5、6、OK。じゃあ次反対は親指側に倒していきます。で、反対方向に押してあげてください。1、2、3、4、5、6、OK。じゃあこっちも同じように小指側に倒す。で、手前に押す。で、指先だけつけるんじゃなくて、押さえる方は手のひらしっかりつけてあげてください。いきます。1、2、3、4、5、6、OK。じゃあ反対ね、こっちですね。親指方向。で、反対方向。1、2、3、4、5、6、OK です。これで上下横っていう方向が、しっかり刺激入れることができたので、まあ、6秒間で1セットでもいいんですけど、ちょっと、ね、時間に余裕がある方は2、3セットやってあげるといいです。以上がベンチプレスで手首を痛める原因とその改善方法になります。今回紹介したポイントですね。握り込まないで、手の一番広い面に当てる、前腕の延長線上に乗せるといった意識をしてもらうことで、かなり手首の負担っていうのは減ると思うので、ぜひ、試してみてください。まずはこう軽い重量から試してもらうことがおすすめで、結構この面に乗せると肘を絞りすぎてしまうっていう例も見られるので、あくまでもこれぐらいですね、4時、8時ぐらいの方向に肘開い、脇開いてあげて動作するっていうのを意識してみてください。で、あとはリストラップですね、しっかり巻くことによって手首の緩さっていうのは解消できるので、それらのリストラップ巻く動画っていうのは概要欄に貼っているので、そちらも良ければ試してみてください。